面の前の皆様こんにちは、つぼです。では今回も前回に続きまして、ウィニングイレブンシックスインターナショナルカップ続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、本日収録した、日付は12月15日、本日の早朝に、ワールドカップ準決勝、最後の試合が行われまして、次の、決勝に駒を進めたチームは決定しましたね。決勝戦はアルゼンチン対フランスに決まりました。さあ、現時点での優勝候補の勢いが残ったわけですね。フランスもちろん強いんですが、アルゼンチンには今回がワールドカップ最後というメッシが勝負してますね。どちらが勝ってもおかしくないですし、とても楽しめない戦となってますね。さあでは、こちら私がやっているイタリア代表も、今回準決勝を迎えましたが、勝って決勝に進みたいと思います。さあ、前回までですが、前回スロベニアを1対0で何とか下して、今回アイルランドとの準決勝となりました。さあではやっていきましょう。はい、では今回はこの布陣で行ってみたいと思います。キーパーはもちろんブッフォン、そしてシステムは 3-5-2 で行ってみたいと思います。センターバック、マルディーニ、そしてネスタ、そして、いつもならカンナバーロを出したいんですが、前回の試合でレッドをもらってしまって今回出れませんので、今回はユリアードを起用しました。調子も良かったのでユリアードですね。そして、ボランチ、今回は、ディビアンチョ、そして、トンバージ、前回得点を挙げたトンバージ、そして、左サイドにココ、そして右にザンボロッタ、セットアップした、ちょっとトッティの調子が悪かったので今回は、デルピエロを、トップ下に起用しました。そして、左側のセンターフォワードにビエリ、そして、モントエロが、今回絶好調だったので起用します。アイルランド側では、マンチェスター・ユナイテッドで、有名な、ロイ・キーンがいますね。さあ、そして同じく、プレミアリーグで活躍するロビー・キーンもいますね。さあでは、今回は、準決勝アイルランドアイルランド戦やっていきましょう。スタンドには3万8千人のファンがひしめいています。フットボールファンの皆さん、お待たせいたしました。ジョン・カビラです。インターナショナルカップ準決勝戦をお送りいたします。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。まもなくスターティングイレブンが発表されます。中西さん、今日の試合どう予想されますか？両チームとも縦に速い選手が多いのでカウンターを警戒するべきですね。両チームキャプテンを先頭に入場します。アイルランド対イタリア、この勝負は見ものです。
緑がアイルランド、そして白がイタリアですね。今試合前の記念撮影が行われています。画面ではこの試合の予想フォーメーションを表示しています。アイルランドは 4-4-2 ですね。キックオフで試合が始まります。ゆっくり回します。前に出した、持って上がる、ここ来た、おっと打ってきた、うわー決まった、ゴール、イタリア開始早々先制ゴールを奪った。さあ早速ビールが開けてもらいました。さあもう一度見てみましょう。デルピエロが真ん中を切り込んでいたところ、スルーパス、左足で右隅に行きましたね。イタリア、このリードを絶対に譲らないためにも集中しなければなりません。ゴール前に入れる、ヘッドで押し返す、打て、ユリアン、左にボールが出る。さあここでハイボール、セーブ、ダン、どういうボールを蹴るんでしょうか。入れさせません。入れば同点、うん、キーパー正面、前半15分、アイルランドシュート数では上回っていますがゴールが決まりませんね。中西さん、はい、惜しいシュートもありましたがもう少し冷静に狙ってほしいですね。頭でつなぐ、ダン、キーパー反応した、ファーサイド、いいボール、ロビー・キーン、マルディーニ、打ってきたが惜しくも外れました。アイルランド同点ゴールならず。これは決めてほしかった。さあアイルランドも積極的に攻めてきますね。ザンブロッタ、前、デルピエーロ、スペースへ押し込め、ゴール、入った、さらにゴールを重ねていく。さあ今度はモンテラが来ましたね。ただいまのゴールシーン、ご堪能あれ。デルピエロからパスを受けたビーリがまっすぐ出すボールをモンテラを受け取って左隅にシュートですね。イタリア今日はいいリズムですね。らしさが出てきましたね。 52% 両チームボール支配率では互角ですがいかがでしょう、中西さん。はい、まずボールをしっかりつなぐことを考えてから雑なプレーにならないよう注意すべきですね。ただいまのオフサイド、スローでご覧ください。手元の時計では残り時間がほとんどありません。ほとんど隙がないですよね。しかしカット、前方へ、デルピエーロ、スペースへパスを出した、
よくしのいだ。ここで前半終了。イタリア2点差で前半を折り返します。ここまでのハイライトをお送りします。まずはこのシーン。3分、非常に落ち着いて決めました。次です。8分、そしてこの場面です。14分。ではこれはいかがでしょう。21分。今のプレー違う角度からご覧いただきます。このプレー23分。今のシーン別の角度から見てみましょう。最後にここです。31分。モンテーラ、ただいまのシュートを別の角度から見てみましょう。さて中西さん、はい、イタリア2点リードしているんですが。そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、それでは後半もどうぞお楽しみください。後半戦開始の笛です。クイーン、タック、おっとセンタリングヘッドでクリア。ロビー・キーン、ねじ込んだ、入った、イエス、ゴール。アイルランド敵を猛追する。ただいまのリプレイご覧いただいております。ロビー・キーンに強烈なシュート決められちゃいましたね。アイルランド、流れは確実に傾いています。デルピエーロ、前、ここでスルー、シュートが惜しくも外れました。惜しかったですね。ここで選手の交代です。アイルランド、カースリー、ここで投入されます。ガリー・ケリー、ここで退きます。モンテーラ、ボールキープ、パスが通ればチャンス。おお、ビエリねじ込んだ、来た、ゴール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 、ゴール、イタリアさらに追加点。さあビエリ2点目ですね。ただいまのシーンスロー VTR でご覧いただいております。サビエリからモンテーラに発動させて、それをワンツーで返したところ左足で右攻めに行きましたね。イタリア、さあしかし2点差ではまだ分かりません。最後まで守りきることが。ザンブロッタ、行く行く、おっとセンタリング、いいボール、あっとジャンピングヘッド、わずかにそれてしまった。モンテーラ得意のヘッドです。面白いボールでしたけどね。しかったですよ、ちょっと角度つけすぎちゃいましたね。選手の交代が行われています。アイルランド、インガー、ダフ、アウトがキルベイン、戻って受けます。あと10分です。よく見てます。ポスト直撃、あら、これはオンゴールになってしまった。ただいまのシーン今一度ご覧いただいております。モンテーラのループを狙って、それがゴールポストに跳ね返っちゃったんですが、それをアイルランドの
選手が頭で押し込んじゃいましたね。モリソン、いいボール、入れさせません。マイナス方向にクリア。アイルランドチャンス到来。弾いた、ここで打つ、クリア。ダン、守りきった。長かった試合に今終止符が打たれました。イタリアついに決勝進出を決めました。今日の試合を振り返ります。まずはこのシーン、3分、非常に落ち着いて決めました。続いてこのシーンです。31分、ただいまのシーン別の角度からご覧ください。次です。47分、お手本通りの動きですね。今のプレー違う角度からご覧いただきます。そしてこの場面です。64分、ただいまのシュートを別の角度から見てみましょう。ではこれはいかがでしょう。81分、今のシーン別の角度から見てみましょう。これが最後のチャンスでした。86分、ただいまのシーン別の角度からご覧ください。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。まあ大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと思います。なるほど。モンテーラ、彼の今日の出来について一言いただけますか。はい、彼は今日のマンオブザマッチと言っても過言じゃないでしょう。そうですか。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。はい、今日はビエリが2得点、そしてモンテーラが1点、そして、オウンゴールで合計4点を入れて、4対1でアイルランドに完勝しましたね。さ、では決勝戦なんですが、フランスがトルコに負けましたね。で、決勝戦、次回なんですが、私のイタリアと、トルコが決勝戦を戦うことになりましたね。トルコがフランスに1対0で勝ちましたね。はい、ということで次回は、トルコ対イタリアでやっていきたいと思います。また次回も、次回が最後になりますが決勝戦やっていきたいと思いますので、どうぞご視聴よろしくお願いします。さあ、そして、実際のカタールワールドカップも非常に楽しみになってますが、ちょっとリアルで見るにはちょっと夜が遅すぎるので、私は、ハイライトで見ると思いますが、カタールワールドカップ決勝でも、楽しみに、しています。皆さんも楽しみにしていると思いますが、ぜひ最後まで見ておきましょう。はい、ということで今回はありがとうございました。どうでした。